やり込み。ソウルキャリバーウルトラハードモード振り込んでクリア。と思われた方に説明しましょう。こちらがその釣りコン、中心部にご注目。いくら釣りゲーム専用とは言っても、このアナログキーと4つのボタンを使えば、実は大抵のゲームをプレイすることが可能なのだ。しかし、そんなところを使っていてはやり込みとは言えません。そうです、ボタンは一切使いません。ではどうするのか。なんと振るだけ。このように釣りコンを縦に振れば縦に切り、横に振れば横に切るというまさにバーチャルな操作が味わえるのだが、これ以外はほとんど何もできません。もちろんガードも。果たしてそんな状態でこのウルトラハードをクリアできるんでしょうか。いけ、やべえじゃない。はい、じゃあ上げて、あ、最後って、やべえ、ナイスラン。おいいね、おいいぞ、順調じゃない。空中コンボじゃないですか。ガードできねえだよ、すべえ。なんだかんだも繋がっちゃうじゃん。手が痛い。はい、滑ったよ。なんとかったよ。余裕弱い。君たち最高。